皆様、明けましておめでとうございます。埼玉県のどこかにある金玉スタジオから埼玉出身の高校生春日部紬がゆるゆるふわふわとお送りするラジオ番組、春日部紬の埼玉金玉ラジオ。新年1回目の放送が始まりました。パチパチパチ。本日は新春特別回として、いつもより少し長めの尺でお送りいたします。どうか最後までお楽しみください。皆様はこの年末はいかがお過ごしだったでしょうか。またお正月はどのように過ごされるご予定でしょうか。アーシはこの年末大阪に単身で乗り込み、半信半のバカ野郎ども片っ端から締めて回っていました。2023年シーズンの巨人と阪神の対戦成績は6勝18敗。言い訳のできないボロ負けです。マジで悔しいです。というわけで、クソ弱かった昨季の巨人に代わって、アーシがこの拳で敵を打ってきたというわけです。ただ何でしょうか、この虚しさは。阪神ファンの親父ども、どんなに殴っても蹴り飛ばしても身ぐるみを剥ぎ取って川に投げ込んでも、アーシの気分は全く晴れませんでした。暴力の無力さを感じるだけでした。やはり野球で受けた借りは野球で返してやらないと意味がないのでしょう。この経験を通じて、アーシは少しだけ大人になった気がします。暴力はやめよう。今年はこれを抱負にして過ごしていきたいと思います。そしてお正月ですが、今日のラジオが終わったらお餅でも食べながら少しゆっくりしたいですね。皆様はどのようなお餅の食べ方が好きですか。もしよかったらコメントで教えてください。アーシは大抵の食べ方は好きなのですが、中でもおしるこが一番好きですね。粒あんで甘くて温かいやつが大好きです。あとはきなこ餅でしょうか。こちらも砂糖を混ぜて甘くしたものが好きですね。いくらでも食べられてしまいます。はい、それではそろそろお便りコーナーに参りましょう。最初のお便りです。ラジオネーム謎の失神さんからです。つむぎちゃん、明けましておめで金玉。はい、おめで金玉。僕の家は父子家庭でお父さんと二人で暮らしているのですが、先日そのお父さんが道頓堀の路地裏で何者かに襲われてしまいました。お父さんは殴る蹴るの暴行を受けた後、身ぐるみを剥がされて道頓堀川に投げ込まれてしまったそうです。本当にかわいそうです。つむぎちゃんはこういう事件についてどう思いますか。最悪ですね。犯人の顔が見てみたいです。きっと頭のおかしいサイコ野郎に違いありません。続きまして、ラジオネーム過食オートさん。つむぎさん、おめで金玉。はい、おめで金玉。今年もよろしくね。私はうつ病でとても辛いです。まだ始まったばかりの2024年ですが、今年1年生きていける気がしません。意味もなく涙が溢れて不安で不安で押しつぶされそうです。つむぎさんも以前20代で死にたいと言っていましたが、私は20歳になることすらできないかもしれません。こんなことを言ってもどうにもならないことは分かっていますが、とにかく苦しいです。どうすればいいですか。うん、どうすればいいんだろう。まずは苦しい中お便りをくれてありがとうね。あなたの気持ちがとてもよく伝わりました。アーシはお医者さんではないから適切な治療はしてあげられないけど、このラジオでも聞いて少しでも心を楽にしてくれたら嬉しいです。苦しくなったらまたお便りをください。番組で紹介しきれないものも含めてお便りはすべて読んでいますし、取ってあります。それでは次のお便りです。ラジオネーム咳が止まらないさん。つむぎちゃん、おはきんたま。はい、おはきんたま。私は毎日お母さんが死ぬことについて、また自分自身が死ぬことについて考えています。そして不安と恐怖でいっぱいになってしまい、会社に行けなくなりました。死ねば人間の肉体は動かなくなり、腐り落ち、いずれなくなります。私の方からは記憶や写真に話しかけることができますが、しかしあちらからこちらに話をすることは絶対にできなくなります。死後人間は完全な客体となり、
まるで物のようになってしまいます。初めから物なのであればいいのですが、今はまだ人間として生きており、自由に考え行動し、時に私の主体性を脅かす存在であるお母さんが物のようになるということが、どうしようもなく気味が悪いです。そして自分自身もいずれそうなるということがとても怖いです。会社で働いている間、私は自分を商品化し、自分を物として売っている感覚があります。あるいは人に見られたり話をされている時、自分は客体化されて主体性を奪われているような気がします。これは生きながら死を疑似体験しているのではないかと最近思うようになりました。もし死後に魂と意識が残るのならば、このような地獄の苦しみがずっと続くのではないか、そんなことを考えて毎日怯えています。つむぎちゃんはどう思いますか？うん、わかるよ。アーシも毎日死ぬことを考えてるよ。働くことが死ぬことに似ているという感覚もよくわかるよ。怖いし苦しくなるよね。でもアーシは死ぬことについては同時にそこに救いを感じることもあるよ。最後の逃げ場所だよね。死んで物になるということは、人間として自分の存在と向き合い、自分の頭で考えて行動し、それに責任を持つということ、しなくてもよくなるということだからね。早く楽になりたい、この不条理で自由で恥ずかしい性の世界から消えてしまいたい、そんな風に思うことがよくあります。でも同時にとても怖い。アーシも毎日苦しんでいます。死神に襲われながら暮らしてる感覚ですね。はい、それでは次のお便りです。ラジオネーム起き上がれないさんからです。つむぎさん、金玉新年、今年もよろ金玉。はい、よろ金玉。先日自宅周辺に空爆があり火災が発生、大切な妻と娘が他界いたしました。妻には身体障害があり、娘はまだ幼稚園生でした。自分もその時自宅にいたのですが、崩れ落ちる建物や燃え盛る炎の恐怖からパニックになり、妻子を置いて自分一人で逃げてしまいました。自分が助けに行ったからといって助けられたかどうか分かりません。自分も含めて3人全員が死んでいただけかもしれません。ただ事実として自分一人だけが生き延び、愛する妻と娘はもうこの世にいないのです。途方もない喪失感を感じ、毎日狂ったように酒を飲み、妻との思い出を置かずに G ばかりしています。夜はほとんど眠れていません。少しだけ眠れることがあってもすぐに悪夢や嘔吐で目が覚めてしまいます。生きていることが苦しいです。つむぎさん、私はこれからどうすればいいでしょうか？とても辛い気持ちが伝わります。生き物はいずれみんな死ぬなんてことは初めから分かっているわけですが、実際に自分の大切な人が死んだ時、それはとても苦しいものですよね。花や鳥、虫、猫、人間、この宇宙はこうしたかけがえのない命が残酷にも失われ続けることで常に流動し生き続けているわけです。そしてその宇宙さえもいずれは死に絶えることでしょう。どんなに受け入れがたい気持ちが起きても、何をどうしても、こうした大きな自然の摂理にアーシたちは抗うことができません。自分の無力さ、小ささを痛感します。そしてそんな儚く小さな命に対して思いを寄せずにはいられません。はい、続いてはラジオネーム腰が痛くてトイレにも行けないさんからのお便りです。つむぎちゃん、おはきんたま。はい、おはきんたま。昨年堺市の大仙古墳に墓荒らしに入ったと言っていましたが、その後たたりなどありましたでしょうか？またつむぎちゃんの普段の言動からどうも大阪を敵視している雰囲気を感じます。もしよかったら理由を教えてください。これからも応援しています。はい、お便りありがとうございます。たたりですね。怪奇現象の類は特にありません。阪神が優勝し巨人が2年連続 B クラスとなってしまったのが、たたりといえばたたりなんでしょうか。あえて言えばね。ただ大仙古墳は江戸時代から墓荒らしに入られていた記録があって、
アーシが入った時はほとんど空っぽでした。金目のものはすでに盗み出された後なんだと思います。昔からとんでもない不届き者がいるものですね。そういうわけでアーシは何も盗まずにスプレーで壁に落書きだけして帰ってきました。何を描いたか気になりますか？将来正式な発掘調査が許可される日が来たら明るみに出ると思いますので、それまで長生きして楽しみにしていてください。あと大阪のことを敵視しているように見えるというご指摘ですが、別にそんなことないですよ。アーシは売られた喧嘩を買っているだけです。つまり全部向こうの問題ですね。はい、それでは次のお便りです。ラジオネーム、肺がんさん。つむつむ、今年も一年よろきんたま。はい、よろきんたま。ハイデガーは主著である存在と時間をどうして完成させられなかったのでしょうか。書いている途中で死んでしまったとかならまだわかりますが、彼は前半部分のみを刊行した後も普通に生きており、大学で教鞭を取ったり女子学生と不倫したり、ナチに加担したりしています。学者としてあまりに無責任だと思いませんか？本当にそうですね。マジでゴミクズだと思います。大阪の人間と同じです。それでは次のお便りです。ラジオネーム、もう病院には行きたくないさんからです。つむぎさん、明けおめ金玉。はい、明けおめ金玉。突然ですが、なぞなぞです。放火犯が大好きな野菜ってなんだ？なんだろう？木、炎、木、ライター、マッチ、灯油、ガソリン。わからないや。答えを見ちゃおっと。答えはあえて書きません。自分の頭で考えてください。なんだよ、クソったれ、気になるだろ。ああもう、気分を変えるためにも、ここで一曲流しましょう。花くまち冬さんで、10月5日。
浜出身の女の子、春日部紬の MC でお送りしている埼玉金玉ラジオ。ここからはゲストの方にも参加していただきます。本日のゲストはこの方です。こんにちは、ずんだもんなのだ。ずんだもんさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうなのだ。ずんだもんさんは8年ぶりのご出演ですね。お久しぶりなのだ。ずんだもんさんはこの年末年始どのように過ごされているんですか？年末は釜ヶ崎で炊き出しのボランティアをしていたのだ。僕自身困窮家庭の出身で、大人になってからも刑務所に入ったり出たりを繰り返して、なかなか生活が安定しなかったのだ。ただ去年からポルノハブでエロ動画の配信の仕事を始めて、少しだけど余裕が出てきたのだ。それで今度は僕が食べるのにも困っている人たちの力になりたいと思ったのだ。そうなんですね。配給を受ける側からする側になって、意識は変わりましたか？意識は変わりすぎたらいけないなと思っているのだ。上から目線で施しをしてやっているみたいな人はすぐわかるし、ちょっとムカつくのだ。炊き出しを受ける側もする側もみんな同じ人間で、価値は平等だと思うのだ。僕だってたまたま運が良くて今は温かいご飯が食べられているけど、いつまた体を壊したり人間関係をこじらせたりして仕事を失い路上生活に戻るかもしれないし、だからたまたま一時的に立場が入れ替わっただけくらいに思っているのだ。そうなんですね。お正月はどうですか？お正月は撮影をお休みしてゆっくりしているのだ。ポルノハブの配信自体は貯めていた動画があるので続けているけど。そうなんですね。そういえばこの前ずんだもんさんの動画を見ましたよ。女子高生の制服の下につくみずを着たずんだもんさんを、彼氏が着衣のまま散々もてあそんで、あっちこっちの角度から挿入するやつですね。ずんだもんさんの反応が最高で、もうエロくてエロくてたまらなかったですよ。ありがとうなのだ。嬉しいのだ。あれを見てアーシも刺激を受けて、彼氏に同じことをしてもらったんですけどね。アーシの彼はチンポが小さくて動画みたいな体位は全部できませんでしたよ。ずんだもんさんの彼氏がすっごい羨ましいです。ちなみに彼氏さんのチンポは何センチくらいあるんですか？多分トッポの箱くらいなのだ。言うほど長くないのだ。15センチくらいですかね。十分ですよ。今度会った時定規で測ってくるのだ。お願いします。それではコーナーに行きましょう。新春早押しクイズ対決スペシャルのコーナーです。パフパフパフ。ルールは簡単。これからクイズを出しますから早押しで答えてください。なお対決と言いましたが、アーシは出題者なので回答者はずんだもんさん一人です。どんとこいなのだ。それでは行きますよ。第1問。ある高校の生徒140人を対象に、国語、数学、英語の3科目のそれぞれについて得意か得意でないかを調査した。その結果、国語が得意な人は86人、数学が得意な人は40人いた。そして国語と数学がともに得意な人は18人、国語と英語がともに得意な人は15人、国語または英語が得意な人は101人、数学または英語が得意な人は55人いた。またどの科目についても得意でない人は20人いた。この時3科目全てが得意な人は何人か。さあ答えてください。なお出典は名城大学の入試問題です。これは紙とペンを使ってもいいのだ。特別に許可します。もう一度問題を読んでほしいのだ。いいですよ。ある高校の生徒140人を対象に、国語、数学、英語の3科目のそれぞれについて得意か得意でないかを調査した。その結果、国語が得意な人は86人、数学が得意な人は40人いた。そして
国語と数学がともに得意な人は18人、国語と英語がともに得意な人は15人、国語または英語が得意な人は101人、数学または英語が得意な人は55人いた。また、どの科目についても得意でない人は20人いた。この時、3科目すべてが得意な人は何人か？できたのだ。12人なのだ。正解です。さすがですね。ズンダモンさん、どのように考えられたんですか？国数 A のいずれかが得意な人から、国語が得意な人、数学が得意な人、英語が得意な人の数を引いて、その後、国語と数学が共に得意な人と、数学と英語が共に得意な人と、英語と国語が共に得意な人を足してあげればいいのだ。国数 A のいずれかが得意な人は、全体の140から、いずれも得意でない20人を引いて120人なのだ。英語が得意な人は、次のように求めるのだ。国語が得意な人が86人で、国語と英語が両方得意な人が15人で、国 A いずれかが得意な人が101人だから、101-86+15で30人なのだ。次に、数学が得意でかつ、英語が得意な人なのだ。数学が得意な人と英語が得意な人の和は、40+30で70人。数学または英語が得意な人は55人だから、数学が得意でかつ、英語が得意な人は、この差である、15人なのだ。なので、120-86-40-30。足す、18、15、15。これで答えは12人になるのだ。いいですね。説明も明快です。次に第2問、いきますよ。自己堕胎罪や業務上堕胎罪の要件を形式的に満たしても、母体保護法が定める要件を満たす場合は、適法な人工妊娠中絶として、違法性が否定されます。その要件を答えてください。得意分野なのだ。妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により、母体の健康を著しく害する恐れがある。それともう一つ、暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に、姦淫されて妊娠した。これらに該当するものは、指定医師により、本人及び配偶者の同意のもと、最終生理開始日から22週未満であれば、人工妊娠中絶ができるのだ。正解です。詳しいですね。僕はこれまで4回中絶手術をしているのだ。だからよく知っているのだ。加えて言うなら、運用上、医学的適応自由は拡張的に認められているので、堕胎罪は事実上、批判罪化されているという指摘もなされているのだ。そうなんですね。勉強になります。それでは、第3問、最終問題です。幸せとは何だろう？幸せなのだ。繰り返しますよ。幸せとは何だろう？これが問題です。早押しですから、できるだけ早く答えてくださいね。難しいのだ。僕には答えられないのだ。そうですか。頭が悪いんですね。僕は頭が悪いのだ。じゃあ、補習としてもう一問だけ追加しましょう。高果飯が大好きな野菜ってなんだ？もやし、なのだ。これは逆に簡単すぎるのだ。この問題ができない人なんているのだ。ボコボコ、ボコボコ。わーはん、痛いのだ。殴らないでほしいのだ。うわ、何をするのだ。身ぐるみを剥がすのはやめてほしいのだ。うわーはん、うわーはん。それではここで一曲お届けいたしましょう。アーシ、春日部紬のソロ楽曲です。夢を描こう。笑いと罵
埼玉県のどこかにある金玉スタジオから世界中の皆さんにお届けしている埼玉金玉ラジオ。ゲストは引き続きずんだもんさんです。わう、暴力はやめてほしいのだ。あ、それアーシの今年の抱負なんですよ。暴力はやめよう。これは絶対に守っていきたいですね。全然守れてないのだ。続いてはこちらのコーナーです。新春貧乏ご飯もぐもぐスペシャル。どんどんパフパフパフ。ルールは簡単。今から1時間以内に費用ゼロで料理を用意し、どちらがより美味しそうか競うコーナーです。アーシとずんだもんさんの対決企画ですね。今費用ゼロと言ったのだ。言いましたよ。ゼロはさすがに無理だと思うのだ。そんなことないですって。野生動物たちはお金なんて使わなくてもちゃんと食べているじゃないですか。要するに自分より弱いものを襲って食べればいいんですよ。いや、それは一般的にイメージする貧乏ご飯とはかなりずれている気がするのだ。一応ナイフと覆面とナンバーのついていない自動車は用意しておきました。僕はそういうものは使いたくないのだ。しょうがない、そのあたりの葉っぱでもむしってくるのだ。やだな、ずんだもんさん、そのあたりの葉っぱなんて食べても人間は消化できないじゃないですか。植物でもいいですけど、せめて畑から野菜を盗むとかして食べて栄養になるものを作ってくださいね。いや、犯罪行為は禁止事項にならないのだ。犯罪を禁止していたら食べ物なんて手に入らないですよね。ずんだもんさん、頭は大丈夫ですか？今までどうやって生きてきたんですか？うん、なんとかしてきたのだ。でもつむぎちゃん、今年は暴力をやめるって言っていたのだ。せめて強盗はやめようなのだ。そっか、アーシ、暴力をやめるんだっけ。どうしよう。アーシにとって暴力は当たり前のことすぎて、暴力を振るわずに生きるってことが想像できないよ。お腹が空いたらそのあたりの人を襲う。これができないなんて、それじゃあバレないようにこそこそ盗みをするしかないのかな。なんだか卑怯な感じがするし、アーシの美学に反するけど。こそこそ盗むのもやめた方がいいのだ。じゃあどうすればいいんですか？お金は持っていないのだ。1円もないです。財布持ってないし、すぐに使っちゃうから。そうなのだ。じゃあ今日は僕が貸してあげるのだ。ちゃんとお店でお金を払って食べ物を買うという練習をするのだ。やだ、ダサいよ。ダメなのだ。つむぎちゃんは今からでも更生するのだ。社会の中でルールを守ってみんなで助け合って生きるのだ。無理だよ、アーシにはできないよ。無理じゃないのだ。人は誰でも何度でもやり直せるのだ。ずんだもんさん、しばらくは僕と一緒にアマチュア AV 女優として仕事をするといいのだ。アーシ、働くんですか？そうなのだ。つむぎちゃんは可愛いし、きっとすぐに人気が出るのだ。ちゃんと働いて自分で稼いだお金で食べ物を買うのだ。う、不安だよ。大丈夫、僕がサポートするのだ。頑張るのだ。わかりました。ラジオの前の皆さん、アーシ生まれ変わります。アーシ AV 女優になります。それではごきげんよう。今年もよろしくね。また来週お会いするのだ。バイバイ。みんな大好きだよ。